しんちゃお、どうも覆面トレーナー伊沢です。今日からキッチンでできる1分1種目っていうのをご紹介していこうと思いますので、キッチンではね結構時間があると思うんで一緒に試してみてください。今日は足腰を鍛えるものになります。まっすぐ立ったらこういうとこ触っちゃって OK なんで、支えながら足を曲げてくる、お尻を下に落としてくるイメージ。背中はまっすぐです。このまま膝を伸ばすんですが、それと同時に背伸びをします。しゃがんで背伸び、しゃがんで背伸び、しゃがんで背伸び、これだけです。これ1分やると結構きついんでね、今から1分やるんで一緒にね試してみてください。それではいきましょう。スタートです。さあ10秒前。はい、 OK です。さあいかがでしょうか。すごくね簡単だし、この狭い範囲で全然できるもんなんでね、ぜひ一緒に試してみてください。それでは次回は、二の腕をね鍛えるものをやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。新しいトレーニング法、アクションクロストレーニング。楽しくなければ意味がない。楽しく体を動かそう。あなたの参加を待ってます。パーソナルトレーニングジム、アクションスタイル。